はい、高橋丈太郎でございます。今回はですね、これはちょっと、タイトルにするのはちょっとですね、迷ってたんですけれども、もうやってしまえということでですね、インターネットについてはですね、もう何本も録音してあるんですけれども、何本もね、100本以上は録音してあると思うんですけどね、この別にタイトルにしてないだけでですね。で、タイトルにしてあるのは今こう3本を、ちょっとページを作ってですね、そこに書きました。はい。それでですね、そんなことはいいんですけれども、Google さんでね、Google さん自体は大丈夫なんでね、Google さんが消えることはないのでですね、そっちから行こうかなと思ってたんですけども、ちょっとそれだけではやっぱりですね、弱いというかですね、弱くはないんですけども、みんな思ってることだと思うんですけどね、今回はですね、タイトルがですね、電話番号を使わないでですね、電話番号ですね、この間、ついこの間ですね、数日前ですかね、ヤフーのですね、あれがなんか電話番号が必要ですよっていうのがね、そうなったのか、もうこれからなんのかはちょっとわからないですけども、私はそこにちょっとコメントすることとかもうほとんどないのでですね、あんまり関係ないんですけども、ツイッターでいいかなと思ってですね。ツイッターは大丈夫ですよね。ツイッターは電話番号なしでも使えるんですよね。でも1個ぐらいはあれしないとダメかな。わかんない。わからないんですけども。今どうですかね。ということで、Facebook は大丈夫ですよね。大丈夫じゃないのか。大丈夫じゃないのかわかんない。わかんないな。もう私も長いことね、もうやってますからね。ミクシーは無理ですよね。電話番号なしで、インターネットを使うことはできませんかっていうことなんですよ。俺がね、ここがね、あれすればね、偉いことですよね、これね。偉いことですよね。だからやばいかなとは思ってたんですけども、なんか詳しい方ね、あと、対談がいいですよね。対談していただける方ですね。このことじゃなくても何でも結構ですね。自分の好きなことで結構でございますのでね。なんかこれを言いたいとか、そういう方いらっしゃればですね、ぜひ、お願いできませんでしょうかっていう感じでございます。はい。では、ありがとうございました。はい、失礼します。